皆さんこんにちは、ワナレグリフィです。今回は夢幻のごとくの続きをプレイしていきたいと思います。で前回は今目の前にいるカブラリ、これとの対決に敗れてしまったので、今回リベンジになります。でそのための準備としてですね、まずレベルを上げてきました。前回はレベル45、まあ、VU が48と今なっているところ、これ45で戦いに挑んで敗れてしまったので、48まで上げてきてます。他のメンバーもですね、同様にレベルを上げてあります。あと、装備品含めた道具関係ですね。特に、薬種、これがですね、不足していたので、大補充してきました。もちろん、心力眼も同様に補充してあります。これで挑みましょう。いざカブラル、リベンジだ。魔王をよくぞ来た。我が魔力に取り込まれし、ヨーロッパ艦隊によって日本の艦隊と共に、お前を滅ぼしてやる。魔の力によって葬られること、光栄に思うがよい。カブラルよ、そうまでして我が命が欲しいか。愚か者めが、せめて重いことも起こすことなく天へ送ってやるわ。まずこの第一形態のこの、マーカブラルですね。これをいかに余力を持って倒すかっていうのが重要になってくるので、序盤はですね、できるだけ体力、気力、共に維持した状態で戦えるように、道具を使って、あるいは回復を使って、万全の体制を整えていきましょう。信長は最初じゃあ防御しておきましょうか。やることがないときは無理に戦わずにですね、防御に徹する。で、防御力アップも使っておきます。カブラルは、マシン剣。信長に来てくれたらよかったんだけどね。まあ、これは、しょうがないですね。で、敏将を上げておきます。で、攻めはこの後はもうひたすら十二神将を使って敵を削っていきましょう。で、信長は回復役に務めます。まあ、回復というのは薬種での回復と、あと安倍の生命に関しては、心理祈願を使って、気力の回復、これも信長にやってもらいたいと思います。まあ、常に十二神将が打てる状態。これをね、維持しておきたいかなというところですね。なので、もう惜しみなく心力眼使っていきます。さらに防御力アップを重ねる。渾身の一撃172。いや、なかなかに応えるな。まあ、ただ、まだまだ余裕ありますね。まあ、当然ですね、信長に渾身の一撃が来たんですけど、信長じゃなくてですね、仮に龍玉なんかに渾身の一撃が来ると、おそらく死んでいたと思います。なので、できるだけ防御力アップは重ねて重ねて、常に防御力が高い状態、これをね、維持しておきたいと思います。さらに防御力アップを重ねる。安倍の生命に関してはもう一回ぐらい神速使って敏将を上げておいてもいいかもしれないですね。神速もどんどん使っていきましょう。司令弾、これがね、全体攻撃でそれなりにダメージを受けてしまうので、まあ受けた分は回復で、補っていきましょう。
ただ安倍の生命に関しては攻撃に集中してもらう、まあ、このあたりは徹底して、いければいいかなというふうに思いますね。司令団が連続できたりするとですね、一気に、回復が追いつかなくなる、まあ、そういう事態になるので、まあ、そこだけね警戒をしておきたいかなというところですね。非常に順調に来てるね。まあ、とはいえこの後の魔との戦いが一番、重要な局面になるので、まあ、そこまでは余裕を持って戦わないと前回と同じ二度前になる。ようやくで回復が追いつくぐらいのペースで戦ってると、まあ、安心感が持てますよね。信長もここから通常攻撃浴びせていきましょうか。攻撃力アップは重ねていきます。まあ、2回に1回ぐらいは信長も攻撃で、もう1回は心理系眼を使って回復、まあ、これをね、バランスよく順番にやっていくのがいいかなと思います。で、龍玉とかがですね、気力が減ってきたら、まあ、その分の回復もね、しっかりやっていきましょう。ここだよね。ここで一気に司令団を食らうと全員の体力が激減するので、ここをうまく乗り切るのが重要ですね。まあ、タイミング悪くここで信長に対して会心の一撃が来たりすると、まあ、場合によっては、まあ、死ぬ可能性すらもあるので、まあ、回復はしておきましょう。また司令団か。司令団重ねてきたな。ここは自分を回復するしかないかな。安倍の生命だけは、もうここは攻撃に徹しましょう。司令団重ねてこられると、こういう状態にやっぱりね、どうしても、まあなってしまうところあるので、まあ、これはもうやむなしということですね。体制の立て直しをしっかり行っていきましょう。魔神剣128、これがきついんだよね。解毒薬は持ってきてないので、解毒はですね、もう龍玉の解毒を使うしかないんですけど、そうすると回復が一旦遅れてしまうんですよね。まあ、ここもやむなしというところかなとは思います。で、十二神将どっかで一旦完全回復できるターンが欲しいですよね。魔神剣144、食らうなぁ。まあ、でもそれでも安倍の生命は十二神将打ち続ける、倒しましたね。で、信長の回復をすぐにしましょう。だがこのままでは済まさず、我が本当の力を思い知れ。悪魔に見られた力、ぐわーとなってますね。まあ、信長の回復優先しつつ、安倍の生命の気力の回復、これを行って攻撃に移りましょう。魔が現れた。グヒャハハハ。カブラルは魔となりきれなかったか。カブラルを悪魔を召喚したつもりだろうが、そうではない。悪魔に乗っ取られていたのだ。信長よ、お前の強大な力、魂を喰らえば、我が力はさらに強大となろう。この時を待っていた、
さあここへ来い、我が力の源となれ。すべて魔の筋書きと抜かすから、そうはいかん。喰らえるものなら喰ろうてみよ。わしは世界の信長じゃと言ってますね。さて、まあ一旦もうここは自分で心理基盤使うしかないかな。しょうがないですね。で、豪薬を使ってちょっとでも回復しましょう。ここは司令団来るか。この司令団きつかったなぁ。ちょっと全員自分で回復するしかないかな。司令団重ねられると本当にきついですね。さあ、運よく攻撃を回避できたので、このターンを回復のターンと位置づけてしっかり回復しましょう。で、セーベはもう攻撃に、転じます。もう一回ぐらい攻撃かわしてくれると嬉しいんだけどな。司令団だけはやめてくれ。よし、28。この28はでかい。28で済むと回復信長しなくて済みますよね。なので、各々の体力の回復に入りましょう。竜玉が1回ぐらいどうだろう、心理機関使って回復しといた方がいいかもしれないですね。いざという時に回復が使えない記録になってるときついので、ここは一旦心理機関を竜玉に使います。これも全体攻撃。きついな。うわ、死んだ。竜玉がここで死んだか。竜玉なしではちょっと太刀打ちできないので、竜玉生き返らせましょう。いやー、なかなかきつい。信長はこれ普通に回復せざるを得ないな。で、薬手で竜玉を回復する。十二神将使おう。攻撃しないことには倒せないので、ちょっとでもやっぱり削っていくしかないですよね。部分生命死ぬときついので回復します。かわしてくれ。よし、ここかわしてくれたの本当でかいな。信長を回復する。信長が死ぬとゲームオーバーになりますからね。即死。十二神将。一旦体勢を大きく立て直したいので、まあ、回復を使って専念していきましょう。一度ね。信長の心理機関。ここもかわしてくれ。よし。このかわすかどうかの運勝負のところで結構勝ってますね。まあ、リュウグが死んでしまったという、まあ、誤算はもちろんあったとは思うんですけど、それ以外は、なんとか持ちこたえているかなと。全体攻撃食らった時にどれだけ威力が残ってる。これだー、来たー、これよ。これがどんだけ残せるかなんですけど、さあまたかわしてくれ。よし、このかわすかかわせないかで戦局が、大きく変わってくるところですね。で、信長に、回復をかけましょう。これ信長に万々が一通行の一撃を食らったりすると、そこで終了ということになるので、信長の回復が、まあ、優先的に行います。よし、これでだいぶ体勢が立て直しできましたね。もう一回ぐらい攻撃かわしてくれるとでかいんだけどね。でかいね。でかい。迅速で便所を上げておいた、まあ、成果がここで出てきているかなと思います。
よし、ほぼ全員体力がマックス値に近い状態を保つことができるようになったので、ここで気力を一気に回復しておきましょう。あ、目の生命。211。一撃で211は、まあ、答えるよな。あと、この十二神将は気力の消耗がむちゃくちゃ激しいので、まあそこもですね、まあ、加味すると心力眼がどんだけ残っているか、これがね、ちょっと重要な要素になってきそうですね。さあ、ではちょっと攻撃に転じていきましょう。アベノセイの心力がかわしてくれ。結構かわしてくれるな。そしたらこういう時は何もせずに防御する。こんだけ余裕がある展開も今までちょっとなかったと思うので、まあ、防御するもったいなさはあると思うんですけど、回復役の竜玉が死ぬと、そこで終わってしまうので。かつね、竜玉は体力も少ないので。来たー、防御しておいた甲斐があったというもの。防御しておいたおかげで、竜玉の体力に余裕があるので、その分他のメンバーの回復がね、できるっていうのは大きいですよね。しかも気力も回復させておいたおかげで体力の回復に専念できるっていうのも大きいです。心力眼がとはいえもう底をつきつつあるのか。信長はもう心力眼の底がつきそうですね。そうなると信長はもう攻撃役に回ってもらうしかないのか。いや、きつくなってきたね。しょうがない。もうここからは攻撃に行っていきましょう。心理系眼がなくなってしまったら、アベノス生命は、まああまり使えないキャラになってしまうっていうところで来てしまった。全体攻撃。薬師の数もだいぶ減ってきたな。さあ、そろそろ死んでほしいところですよね。それなりに十二神将当ててるので、うわー、もうちょっとないぞ。苦しい展開になってきましたね。心力眼が底をつきつつある。信長も攻撃に回ってもらいましょう。しょうがない。アベノ生命はもう一回しか打てないな。十二神将、これ最後の十二神将ですね。まあ普通に攻撃するしかないかな。さて、アベノ生命がその役割を終えようとしている。もうこれで何もアベノ生命は使えない状態になって、しまいましたね。心力があんだけ貯めたんだけどな、足りなかったのか。司令弾が来た。ここで司令弾か。きついタイミングで司令弾撃ってきたな。まあ、安倍の生命はもう正直言ってその後回しでいいと思うので、回復に関しては。
の道具も特に持ってないと思うので、あとは流玉の気力が尽きたらジエンドだな。19だもんな。19だったら防御させておいてもよかったかなぐらいですね。まあ弾よけにはなるでしょうと。お、倒した。最後は信長で倒した。グエー、魔が滅びるのか。だが信長だよ、お前もともに消滅するのだ。魔の消滅に強って魔力が解けた。ヨーロッパ艦隊はそれぞれの国へと帰っていった。日本の軍勢も被害が大きく、引き上げるより他はなかった。龍樹が空中を漂っていた。そして仲間が皆集まり、龍樹を囲んでいた。皆無事のようですね。海に投げ出されたが、秀吉軍の船に助けられた場合、南蛮の艦隊が逃げ出した、あの混乱の中でよく助かったものだ。しかし信長様は、信長様はどこに。待ちなさい。龍子の力を借りましょう。ダメです。龍子の力を持ってしまう。信長様の居所はわかりません。では、信長様はもう。そんな、信長様が魔と共に消滅したというのですか。信長様、信長殿が魔に取り込まれたとは思えない。そうです。あの方はきっと生きておられます。きっと。これエンディングですかね。そしたらね。艦隊を引き上げた秀吉と家康は名古屋城にいた。お殿、猿目を置いてどこへ行かれたのじゃ。羽柴殿、嘆いておる場合ではない。このまま、我らだけでも日本の統一に力を注いでいかねばならぬ。お殿、それにしても森殿、柴田殿、それに佐久間殿までおられぬとは、一体どうしたわけじゃ。武将は領地へ帰り、国を治めることに力を注いだ。改めて秀吉が西国王、家康が東国王を名乗り、戦国の世は終わった。信長の復活は日本の統一を早めたに過ぎなかった。そして仲間たちも皆それぞれ己の道を歩むことになった。お、これ孫一ですね。鉄砲弾を受け命を落とす孫一。オルガチの布教に努めたということですね。名古屋で一生を得る。お、これは信長に惚れていた恩だ。恩平等を極め、魔、鬼などの者のけから民を守った。劉玉、名古屋沖で信長の形見の刀を見つけ、はあ、じゃあやっぱり信長死んだのかな。二度と地上に現れることはなかった。劉玉から形見の刀を受け取り、兄半蔵とは離れ亀山に戻った。そこに信長の顔を見ごもっていた。へえ。夢坊丸と名付け大切に育てた。すごい名前ですね。天神丸は影となって一生守り通した。なるほど。結局パーティーに入れなかったですけどね。安倍の攻めや魔との戦いで陰陽の力を使えなくなったが、後に陰陽道の宗家である安倍家の再興に励んだ。ほう。お国は今日から国中を旅して回り、歌舞伎舞を広めていった。お国はね、最後の最後でメインパーティーから外してしまいましたからね。そして展開は、淡路島の教会とから半蔵によって助け出された展開は家康のもとに身を寄せた。魔の消滅によって己の魔力も失った展開は、その後野望を抱くことなく家康の重臣として天命を全う。そしてその正体が光秀と天下に知られることなく、今も日光の地に眠っている。ああ。これは、天海光秀説だったんですね。
明国から戻ってきたばかりの商人が宋久を訪ねてきた。明国で不思議な話を聞きました。南蛮の鎧をまとったひげ面の男が日本の武将を率いて暴れ回っているとか。まさかあのお方では。信長か。はい。というわけで、スーパーミコの RPG ゲーム、夢幻のごとく、攻略完了ということになります。では、このままね、最後、エンディング、エンドロール、見ながら終わりにしていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。